ます。幸せに生きると書いて、幸せです。はい、今日なんですけれども、ドレスドオムライスを作っていきたいと思います。別名、トルネードオムレツライスとも言います。見た目が綺麗で、女性が着るドレスのようなオムレツをチキンライスの上に乗せることによって、すごく見た目もね、楽しいオムライスができますので、そちらをね、ご紹介させていただきたいと思います。今日は自家製の簡単デミグラスソースも一緒にね、ご紹介できればというふうに思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、それでは早速、作っていきましょう。はい、それではデミグラスソースの材料の準備をしていきます。玉ねぎのみじん切りをしていきます。オムレツの準備をしておきます。水を入れます。次に塩を入れます。ホイッパーをボウルにつけて混ぜることによって泡立ちにくくなります。ざるを用意して卵をこしてあげてください。殻や殻ざを取り除くためです。はい、それではデミグラスソースを作っていきます。鍋に油を少々引いて玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎを強火で炒めることによって玉ねぎの水分が飛んで旨味と甘みが凝縮されます。こんな感じで玉ねぎが飴色になるまで炒めてあげてください。飴色になりましたら赤ワインを加えていきます。赤ワインを煮詰めながらアルコールと酸味を飛ばしていきます。こんな感じで鍋肌についているうまみをこそげ落としながら混ぜるようにしてください。次にケチャップととんかつソースを入れて煮込みながら酸味を飛ばしていきます。続きまして濃口醤油を入れていきます。そして水を入れてあげてください。水を入れたら再度酸味を飛ばしながら濃度がつくまで煮込んであげてください。煮込みながらたまにアクを取ってあげてください。これぐらい濃度がつきましたらバターを加えてバターモンテといってソースにとろみを加えつつバターの風味も移していきます。最終的にこれぐらいの濃度になれば完成です。はい、それでは皆さんお待ちかね、ドレスの形をしたオムレツを作っていきます。大さじ1杯のバターを加えていきます。卵を流しましたら軽く縁に火が通るまで待ちます。このぐらい火が通りましたら箸で卵を真ん中につまむようにしてたくり寄せてフライパンをゆっくり回して形を作っていきます。この時にフライパンを回す速度が速かったら卵が破けてしまうのでお気をつけください。それでは完成しましたのでフライパンから滑らせるようにしてチキンライスの方に盛り付けていきます。チキンライスの作り方は別の動画で上げておりますので、下の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひぜひ見てみてください。最後に卵から箸を抜くときは箸をくるくる回してからゆっくり抜いてあげてください。仕上げにパセリを振って完成になります。いや、美味しそう。いただきます。こんな感じでドレッシーな感じでいきますよ。うん、まっ、うん、まっ、まあ見た目が面白いんで目で楽しめて、卵がふわふわとろとろで、このねデミグラスのちょっとした酸味がアクセントになって美味しいですね、めちゃめちゃ。はい、それではこのねドレスドオムライス、これに合わせて今日もねお飲み物用意してます。ちょい炭酸が抜けた炭酸、乾杯。いやー、めちゃりんこうまかった。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。もうめちゃりんこ美味しすぎて話すの忘れるぐらい食べるのに夢中になってしまいました。はい、それではドレスド、はいそれではドレスド、はいそれではドレスドオムライス、トルネードオムレツライス、いかがだったでしょうか。料理を美味しく作ったりするっていうのはもちろん大事なんですけれども、その中にちょっと遊び心を加えたら自分も楽しくなるし、食べてもらえる人も喜んでもらえるので、どっちともにとってもいいのかなというふうに思います。人生の3分の1ぐらいは仕事で占めると思うんで、やっぱりねどうせ仕事するなら楽しんでやれると最高ですよね。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルは10年間飲食店を経営している僕が将来お店を持ちたい人に必要になる情報や、本当は教えたくない極秘のノウハウまでたくさんの有益な情報を発信しています。ですので僕のこのチャンネルを登録してぜひぜひね、有益な情報をゲットしちゃってください。グッドボタンの方もいただきましたら僕のやりがい、やる気につながるので、ぜひぜひよろしくお願いします。ゲットだぜ。はい、バイバイ。